サイバスロンはロボット工学等の最先端技術を応用した技師などを用いて障害者が競技に挑む国際的なスポーツ大会。第1回大会がスイスのチューリッヒで2016年10月8日に実施された。チューリッヒ工科大学スイス国立コンピテンスセンターロボティクス研究所教授のロバートライナーの発案で産業界と学会の対話の橋渡し、 技術開発者と障害者との議論の促進、ロボット工学を応用した補装具の普及を目的に創設された障害者スポーツ大会である。選手登録した障害者たちは、ノーコンピュータインターフェースやロボット工学等、先端技術を応用した義手や義足、車椅子などを用いて競技に挑む。サイボーグのオリンピックとも、バイオニックアスリートたちのオリンピックとも呼ばれるが、 オリンピックやパラリンピックは人の力をどれだけ伸ばすかが主な目的であるが、東京議は技術と人の協力や融合がメインであり、技術の力プラスオペレーターである機械を操作する障害者が設定された課題、競技種目を銀紙や車椅子などの操作技術を磨き、克服するかがメインである。いかに素晴らしいアイデアであろうとも、最新技術のすごいロボットアームを作ろうとも、 操作が難しすぎては失敗し、敗退する。誤解を恐れずに例えれば、スポーツ大会というよりは、ロボコンに近いかもしれない。実際ロボットコンテストの雑誌に、サイバスロン競技者や参加企業の技術者などが紹介されている。第1回大会が、スイスのチューリッヒで2016年10月8日に、行われた2015年7月に、旅行イベントが開催された。 1> 第1回大会の競技種目は、ノーコンピュータインターフェースレース、機能的電気刺激自転車レース、強化型ギッシュレース、強化型義足レース、強化型外骨格レース、強化型車椅イスレースの6種目である。日本からは、和歌山大学やベンチャー企業計3組が4種目に出場した。第2回大会は、もともと日本に誘致予定であったが、中立飛行科大学の移行で、 スイスで2020年に行われることになった。また本大会とは別にワールドシリーズが行われ各種目ごとに本大会の前年に様々な国で行われる予定である。第1回大会では次の6種目が設定された。ありがとうございます。